金社長も言った通りに、中央ティームが出ている17台のエンジンがリスモエンジンに参加していますの で、その中で1台を走りました。その GT アカデミーのプレイステーションのドライバーです。非常に若いドライバーで、21歳のヤンマーデモロの今のスターになっているので、2年前から家でコンピューターでゲームして、今レモに出られて、と一緒に乗ってて、まあ、先生としての仕事でした。でそれで結構いいレースができた。結果的に4位にフィニッシュして、もしかしたら3位になるけど、まだそれが分からないぐらい。で、一番嬉しかったのは、LMP2 は初めて乗ってるんですけど、そのエンジンはスーパー GT 昔使ってる同じエンジンでした。本当に初めて座ったとき、よく知ってるのと本当に同じことですし、で信頼さがよく一番いいエンジンだと思った僕の思い出 で本当にレースだけじゃなくて24時間テストの時ずっと同じエンジンで走って何にも問題ないのは本当にびっくりしました。でうちだけじゃなくてその17台も全体的にそうでしたから非常に楽しいです。楽しいです。GT アカデミーのドライバーのお二人の先生役だったということだったんですけれども、どうでしたか先生役は。いや本当にみんなすごい練習したりするし、はい、ヨーロッパのレースが出てるからすごく大変です。だからそうじゃないと用意がないんです。はい、非常に、若者をスタートしてスティックで走って雨降ったりやんだり非常に難しい条件の中で何にもミスなしで走ってくれるのは本当に素晴らしい。これから日産地域アカデミーの中の将来にはスーパー GT も行けると思うし、はい、日本に来るじゃないですかと思う。楽しみにしてください。はい、こうしてお話聞くとルマンの話もゆっくりお伺いしたいんですけれども、今日はですね、この後ろにあります3車種の、発表のイベントということで、ここからですね、この車についてのお話をお伺いしたいと思いますが、皆様ぜひここからもリラックスして皆さん楽しくお話をしていただこうと思うんですが、まずは宮谷さん、先ほどプレゼンテーションでも、ありましたけれども、この3車種の発表、3車種同時にこうしてお披露目をするということで、こう意気込みが伝わってくる感じもするんですけれども、どうですか、やはり意気込みは。もちろんありますけど、はい、こういうふうに短期間の間にいろいろと出すっていうのはですね、結構大変、すごく大変で、去年ジュクリスモをやろうような話をしているときに、それだけで終わったんじゃ全くしょうがないので、どういう車を出していくか、それを基本的に短期間にやっていかなければ、皆さんに対してなんか約束を守れないような感じになってしまうので、そういう意味ではスピードと戦いみたいなものがあって、よくやってくれたと思うんですけども、ここまで来たっていうそういう感じが強く持ってます。それで車そのものの、その仕上がり具合言ってもですね、Z とそれからマーチ、それからもちろん中空も含めてニスモの車を、ひと月ぐらい前にですか、栃木工場の栃木のプルビンググラウンドでいろいろテストを運転してみました。だいぶいい車に仕上がりつつあってですね、マーチなんかも 1.2 リッターと 1.5 リッター両方を揃えてるんですけども、特に 1.5 リッターなんかは非常に面白くて、高速でも面白いし、クックっていう街中でもすごく面白い車が仕上がってきてるなっていうんで、すごくもう、これはいいなっていう感じですね、その場で本当に感じましたので、現代車に乗られてそのように感じたということで、田村さん、金子さんは実際にですね、開発を担当されたスタッフの皆さんを代表して今日ここに、来ていただいているわけですけれども、まず田村さん、金子さん、お二人のそのお仕事、どういうお仕事をされてたかっていうのが皆さんもね、なかなか分かりづらいと思いますので、お話しいただく前にその辺からご説明していただいた方がいいかなと思いますが、田村新平さんの新平市でチーフプロダクトスペシャリストさん、どのようなことを担当させていただきましょうか。企画ですね、はい、今は、次の車はどんなにしようか、スペックはどういうことをしようか、どんなお客様がいるか、こういうことを考えました。そして金子さんは、見て分かるように、このようないろんな思いつきで、いろんなことを語る人間の、気持ちをですね、組んで、チームに
客様の、ワクワクということをベースに言ってますので、このリスボロードカーはなるべくお金とか時間とか普段考えている開発とは別にですね、一部の、顔が想像できるような皆様のような人たちの顔を見て、最後買ってもらって喜んでもらえるような車を、チームみんなで作っていくと、これが非常に集中できてですね、できるいいプロジェクトだと思っています。はい、岡島さん、今宮谷さんもですね、実際乗ってみてこうワクワクしたというふうにおっしゃっていたんですけれども、金子さんとしてはこの今回の車の出来というかこだわりの部分で何か日産の車って一緒に乗らせていただいてますので、乗ってもらうともっとこのマーチリスモ、Z リスモの良さが分かっていただけると思いますし、リークもよろしくお願いします。はい、田村さん、今金子さんのお話を聞くといろいろご苦労があったのではないかなというふうに察するんですけれども、どうですか？あまり苦労を皆さんに言っても多分しょうがないと思ってるんですけど、はい、実はそれぐらい言いたいぐらい、毎日研究学科と時を重ねながら、これ一昨日土曜日なのかな、北海道で我々がいて、目標にどれぐらい達成しているかどうかっていう試験をしてたりとか、いや言ってる、いやブレーキはまだまだとかいうのを、私はもうお客様の立場で、あるいは本当にいつもが好きでいてくださるお客様の顔しか考えてませんから、ダメなのはダメって言われてるんですね。そのまあ1時間後には、飲み会でわってビールを開けなきゃいけないのに、絶対に中もまだめって大喧嘩をするんですね。ですからそれが、日産が、私は日産で言うから皆さんはそう思わないんですね。日産の中でも相当コアな人たちが集まっているというふうには思ってます。ただそれは日産が持っている DNA の特徴だと思ってるんですね。ですからそれが一番こうエッセンスって呼んでるんですけど、キラーッと絞ったそのいいエッセンスの塊が、まあ、リスナーだ。もともと日産がすごいからこれができるんですね。なのでそういう意味では本当マーチであってマーチじゃないところまで消化している部分をぜひ、年末には見ていただけると思ってほしいなと思います。はい、クルム選手はもうすでに、アンバサダーとしていくつか車乗られているということなんですけれども、どうですか、乗った感想などもしありましたら。そうですね、レーシングカーとしてやっぱり車のバランスは非常に大事なことです。やっぱりサーキットでチューニングするとエンジンかクーリングかサスペンション、前か後ろだけ良くなると、良くなってもタイムが小さくは落ちるということです。だから本当に全体的なバランスは非常に重要なもので、中リスも最初からもう乗ってるし、で、Z もサスペンションのチューニングちょっと参加しました、フロレゼ、イギリスで。だからそこが本当によくできたっていうフィーリングがあるんですよ。特にパワーとコーナーリングのグリッドのバランスは非常に重要なことです。それがよくできたら、宮田さんが言ってたのは、楽しくてこう、マーチは乗ってないですけど、話聞いたら、ぜひぜひすぐ乗りたいですね、気持ちいい感じだそう。で、それはやっぱり、運転も楽しくなる、そういうバランスがいいというのが、で、そういうリスモの中で、全部そういう感じに今なっています。はい、レーシングドライバーということで、その車の運転にはシビアな評価をされるのではないかなと思っているんですけれども、そのクルム選手でも十分楽しいと思える車に仕上がっているということですか？そうですね、はい、レーシングドライバーが今いつもフルスピードで走る、はい、と思ってるけど、一応ドイツはそれはできる、大体のスピード制限がないんですけど、でももちろんサーキットでもテストしたりするリスモの車だけど、サーキットだけじゃなくて例えばイギリスで乗った時もサーキットサスペンションセットアップして、それはメインだけじゃなくて
通の道路に行って結構ボロボロな道路を走るし、それでなんかちゃんと運転できる、あまり硬すぎと、ね、会話もできなくなっちゃうし、乗ってる人と一緒に乗ってる奥さんとかあの怒られるじゃないですか、はい、だからそれ本当にそのバランスも非常に大事で、ハイスピードで走るのも安定性が必要と、街の中でも非常に気持ちよさそうに運転できるよりは大きなポイントです。はい、宮崎さん、今トーククラブ選手はですね、ドイツではというお話ありましたけれども、まあ、このイスモブランドのロードカーは日本国内だけでなく、世界で売っていこうという考えで、されていると思いますけど、この世界というターゲットで見るとこの車は受け入れられると自信を持って今プレゼンテーションされてましたけれども、どのようなのかアピールポイントになりますか。はい、熟練室もは先ほど、グローバルで3000台ぐらいの中古すでにという話をしましたけども、欧州でそのうち2000台ぐらいの欧州に行って、受注いただいてます。そういう、欧州もイギリス、フランス、ドイツ、まあ、ドイツはいろいろうるさい、人がたくさんいるんですけども今回ゲストのブランドを拡大していこうという中には2つの拡大の方向があって、1つは日本だけからグローバルにという話と、それからもう1つはコア、どういうことですかね、モータースポーツを好きな人だけじゃなくてそれ以外にももう少し、ワイドなお客様にという、そういった2つのこう拡大の方向性があるんですけど、でアマチュアの車も来るもだけじゃなくて、来るもの奥さんは、ね、ほら、そのなんで、来るもの奥さんの間、リーフになっていくそうですね、はい、2回戦まで、ウィングルトンで勝ちましたので、大変喜びますけど、それでですね、何を言おうとしてたかというすみませんそうそうそう、それで、我らのお客様にこう言ったんですけど、走りが好きなそのコアな人たちを無視してるわけでは決してなくて、今後、ニスモバージョンを展開していく中では GTR のニスモも、来年には出しますので、そういったことでどんどんと、将来期待していただけるといいなというふうに思っています。はい、今ちょうど来年に GTR ニスモが出るというお話もありましたけれども、田村さん、田村さんはそのお客様のニーズに合った車を作るのがお仕事だというふうにおっしゃってましたけれども、お話は難しいかもしれないですけれども、どういった車を作っていきたいなというふうに考えていらっしゃいますか、今後の方向性として。ちょっと振りが今難しかったんだけど、はい、GTR っていう話がついつい出ちゃったので、はい、あえてその話をすると、 GTR ってエチオピア産のスポーツあるいは究極のスペックとして出してるんですけど、その中に例えばニスモっていうのをどう載せていくかとかですね、それは多分 Z と同じなんですね。 Z ってフェラリティじゃないですか。やっぱり幽霊なあるいは華麗な名前の中にイスモっていうある種、さっきの話、宮谷社長が脂っぽい人、これはもともとウェルカムなんですけれど、クルムの奥さんが例えばこの乗り心地だとかね、もうちょっと大人っぽくしてというような、簡単に言えばある種の硬いさすだけ、僕硬いさすだけがいいって言ってるゾーンからいなしの効いたとか、そういうところをやっていきたいなというふうに思います。これちょっとさっき誰も考えてくれなかったので、ね、マーチポテンザの R11 これは入ってます。Z もその R11、R11 履いていて、これをいなすだけのバディショックの組み合わせ、あるいはボディーダッピング、こういうことをやってあります。でこの Z のその手法をちゃんとマーチにも入れてあって、びっくりするほどマーチがしなやかに走ってくるんですね。でそういったところをクルムも感じ取ってくれてるんで、この人ね、レーシングドライバーなんですよ。レーシングドライバーってね、結構運転雑な人もいるんです。ものすごい程度です。もうびっくりするほどステアの角度とか切り方とか丁寧で、まあまず言わないですね、この人のやつ。でこれはニュルブルクリンクのデータを見てても分かるんですけど、あ
この人は車を壊さない人かなとか、ちゃんと雨の中でもきちんと車を、返してくれる人だなっていうのが分かってるから、そういう人がやっぱり分かってくれるリスクかなっていうふうに思います。はい、あの金子さんは今後こういう取り組みをしていきたいなみたいなイメージってありますか、このリスモという名前で。そうですね、はい、あのニスモのロードカーっていうと同じ香りですとか同じパフォーマンスを求められてるんですけども、日産自動車って大きい会社なので車ごとにチームが違ってます。でもそのチームの中でこれまでジューク、Z、マーチ、リーフとやってこれてこの評価が、いただけたということは、他の車のチームでもしかも同じ車のチームでもさらに高いところ、これを目指し続けていかないと、あのレーシングスピリットはそこですから、それがなくなってしまった瞬間、いつものブランドが開発から支えられなくなる。このやっぱり危機感がでかいので、なるだけベースの車好きの日産の開発陣と一緒に、どんどん車を作っていき、お客様に評価されていきたいと、これがポイントだと思います。はい、あのそのような車をですね、皆様にお伝えするのがクルム選手が、就任されましたこのアンバサダーというお仕事だと思うんですけれども、クルム選手はどのように今後皆様に伝えていきたいなと思っていらっしゃいますか。まあ、先ほどで言った通りに、はい、あの僕は父なるあのリスモーティームの中のみんなのメンバーの開発力とかも、はい、本当に知識がいっぱいあるので、これからそういうやっぱり僕先ほど言ったのバランスを大事にするとか、スペンシンの、いい説明聞きました田村さんから、まあ、非常に大事なポイントけど、まあ、いつもプランとしてもっと世界に広がってほしいのは非常に大事だと思うし、あの日本にはよくもちろん分かってますし、でもヨーロッパはまだまだこれからという感じ、まあ、でも一つそういう活動は大事なポイント。けど今年も先月、ブーブークリーン24時間、あの地域は、リスモ GT3 のレーシングバージョンで参加しました。あそこはドイツの中で、あの他 の, あのドイツにドミネイトするメーカーの中でレースでいた。1台だけです。けど、非常にあのお客さんから、受けました。あのみんなが来て、やっぱり、かっこいいですよ。あの、リスモの車が素晴らしい。もっと車出してくださいっていうのはあるんで。で、同じ時にも、あの、リスモを乗りましたし、中リスモも。だから、結構これから、ドイツだけじゃなくて、全部ヨーロッパ他の国とか、あの、早くあのリスモのブランドを広がってほしい。その良ささを分かってほしいのは、あの、これからの大事なポイント。はい、あの宮崎さん、今のクルム選手のお話聞くと、なんかこう実際にこう喜ばれてる姿がすごい目にあの浮かぶので嬉しいなっていう感じがするんですけれども、宮崎さん、お聞きになってはい、私もよく最近道であのジュークリスモを見かけるとすごい嬉しい気持ちになるんですけれども、もっともっとたくさんの方に乗っていただけるようになりたいですね。そうですね、はい、あの先ほど参戦の新選機会がおっしゃっていましたけど、はい、アメリカは、まあ、今これからほとんどこれからの販売になりますので、まあ、この仙台というのは日本で、ジュークの販売のうち 10% 以上が、まあ、このジュークリスモというものになっていて、だからあのよく見るたびにワクワクしています。はい、ぜひあのこれからはきっとマーチリスモ、そしてフェラリーZリスモ、そしてニサンリーフリスモパフォーマンスパッケージと、こういった車がですね、街をたくさん走るようになればいいなと、思っております。いろいろお話まだまだお伺いしたいんですが、実はですね、そろそろ、終わりの時間が近づいてきてしまいましたので、最後ですね、皆様の言い残したことも少しずつあるかと思いますので、お一言ずついただいて、終わりに進めていただきたいと思います。では申し訳ありません、皆様ですね、一度お立ちいただいて、お一言ずつ、今日はお座りの皆様に、いただければと思います。ではまずはですね、クルム選手からお願いできますでしょうか。はい、あの僕はレーシングカーとしていっぱいのリスモの車を乗ってましたんですけど、あのその今あの説明した気持ちをみんな自分であの体験してほしい。みんなその良さ、バランスとかさ、サスペンション、
雰囲気とかそれを自分で体験してるし、その楽しさと喜びを感じてください。はい、クルク選手ありがとうございました。ありがとうございます。では続いて、お願いいたします。まずは今回作ったロードカーを見ていただいて、乗っていただいて、メガワットが買っていただいて、周りにみんな教えてあげていただけるとありがたいと思いますし、何かございましたらまたリクエストしていただければ、ロードカーの次の進化ですとか、後からのアクセサリーパーツも私リスモの開発も担当してますので、後からのアフターセールス のいろんなパーツもより揃えてですね、皆さんにぜひいつもロードカーを楽しんでいただきたいと思いますので、ぜひご意見をお聞かせ願えればと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。では続いて田村 CPS お願いいたします。はい、今日お越しいただきましてありがとうございます。私は毎回こういうステージに立たせていただいて思うのは、どうやったらそのリスモ、あるいはリスタート、あるいは自分たちが持っている車のワクワクをきちっと、若者たち、あるいは、僕たちがこう得たその、若い頃のイメージを伝えていけるかなというふうに悩んでいます。正直ですから、リスモはある種今始まったばっかりですから、ぜひ皆さん温かい目で見てやってください。で、期待のない意見をいっぱい寄せてやってください。できる限りなんとかします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。では最後、宮谷社長お願いいたします。はい、こういうふうにですね、3車種いろいろと商品を出すことができて大変に嬉しく思っています。今後もこういうふうにリスモブランドの車、それからアクセサリーパーツなどをどんどん展開していきます。ただそれをですね、信憑性があるものにするためにも、モータースポーツの方も、きちんとやっていきますので、まずは今月7月、末ぐらいにあります、スローで、スーパー GT で、優勝することを目指して頑張りますので、